ウルサン現代 FC は、韓国の南東部のウルサン広域市をホームタウンとするプロサッカークラブである。韓国プロサッカーリーグ、K リーグ1に加盟している。現代財閥の現代重工業を母体としたチームで、1983年12月に国内で4番目となるプロサッカークラブとして誕生した。ホームタウンはウルサンである。 現在のホームスタジアムは、ウルサンのウルサンモンジュサッカー競技場。現在は、K リーグ1に所属している。獲得タイトルは、AFC チャンピオンズリーグを2回、a 3チャンピオンズカップを1回、K リーグ1を2回、韓国 FA カップを1回、韓国リーグカップを5回、韓国スーパーカップを1回制している。百獣の王であるトラをマスコットとし、 エンブレムにも取り入れている。クラブハウス及び練習グランドは日韓ワールドカップの際にスペイン代表が利用した韓国国内屈指の設備でもある。2020年 AFC チャンピオンズリーグの準決勝において日本のビッセル神戸と対戦し延長戦の末2から1で勝利を収めたものの日本や世界のサッカー界からはゴールの判定が誤信だったのではないか。 という意見やネット上では八尾町なのではないかと、ウルサン現代や当時の主審であったナワフシュクララ氏に対する誹謗中傷も相次いだ。1983年、現代ホランイサッカークラブとして創立。当時のホームタウンはカンウォンド。1990年、現代重工業の本拠地でもあるウルサンに移転し、ウルサン現代ホランイサッカークラブに改称。 2012年、AFC チャンピオンズリーグでは、FC 東京、北京国安、ブリスベンロアーと一緒になった、グループリーグ F を4勝2分の無敗で1位突破し、決勝トーナメント1回戦で、柏レイソル、準々決勝で、あるヒラル、準決勝で、ブニョドコル、決勝で、あるアハリを破って初優勝した。アジア王者として、同年の12月6日に開催された、 フィファクラブワールドカップ2012では準々決勝で、モンテレイに1の3で敗れて、初戦敗退、続く5位決定戦でサンフレッチェ広島に2から3で、敗れ、最終順位は6位に終わった。2019年、AFC チャンピオンズリーグでは、ラウンド16で浦和レッツに2戦、合計2から4で敗れた。ホームスタジアムである、ウルサンモンジュサッカースタジアムの芝生補修のため、 7月からウルサン総合運動場でホームゲームを開催した。2020年12月19日、ペルセポリス FC に決勝で勝利し、8年ぶり2度目の AFC チャンピオンズリーグ優勝となった。2度目の出場となった FIFA フフクラブワールドカップ2020では準々決勝でティグレスに1-2で敗れると、続く5位決定戦でも、 アルド・ファイル SC に1から3で敗れて2012年大会に、続き6位で大会を終えた。AFC チャンピオンズリーグ2017グループリーグ、第1説カシマ・アントラーズ VS ウルサン現代、フォーメーションキム4で1キムチャンス27カンミンス、4キムチゴン22キジェ3ハンスウンギュ42、チョンジェ46ハンサンウン20オルシッチ9イジョンホ。 1ジューコバチッチ442021年2月16日、現在監督インアウト詳細は、カテゴリー、ウルサン現代 FC の選手を参照。ありがとうございます。